ビスマール地域歴史博物館、ビスマールはドイツ北部バルト海に面した小都市である。2019年12月31日現在の人口は約4.3万人。かつてハンザ同盟都市の一つであった。現在はドイツのメクレンブルクイコールフォアポンメルン州ノルトベストメクレンブルク軍の軍とビスマルとも表記される。45km 西にリューベック、 3 0トル南にシュベリーンがあり、ビスマール湾に面した天然の良好を持っている。境界並びに、市内の建造物は、ハンザ同盟都市のレンガ建築を代表し、2002年にシュトラールズンと共に、シュトラールズンと歴史地区とビスマール歴史地区として、ユネスコの世界遺産に登録された。なお、この町は1 9 2二年の映画、吸血鬼のスフェラ2のロケ地として、 撮影に使用された。ビスマール1229年に都市圏を獲得したと言われ、1301年にメクレンブルクの領地となった。1259年、バルト海を横行する海賊から都市と船舶を守るためリューベック及びロストックと協定を結び、それが後にハンザ同盟へと発展した。13世紀から14世紀にかけてこの町は、 毛織物を主産業として繁栄する、ハンザ都市であった。1376年に薬病によって1万人もの死者を出したにもかかわらず、16世紀まで栄えたようで、ある。1648年、ベスト・ファーレン条約で、ビスマールは、その支配権と都市領主の称号を神聖ローマ帝国からスウェーデンに譲渡された。こうして、 スウェーデンの君主は神聖ローマ帝国内に所有することとなったビスマール及び他の領地の公、または帝国諸公として帝国議会に参加するようになった。1653年にはスウェーデン諸領の最高裁判所がビスマールに設置された。1803年スウェーデンはビスマールとその支配権をメクレンブルクに100年後に買い戻す。 権利を自国が保有するという条件を付きで125万8000リグスダレルの担保として譲渡した。このスウェーデンの付けた条件のため主権の所在が曖昧となり、ビスマールは1897年までメクレンブルクの議会に代表を送ることができなかった。1903年スウェーデンは最終的にその権利を放棄した。ビスマールは 都市固有の旗を形容する権利など古くからの都市の特権の名残を今日まで持ち続けている。19世紀の過渡期におけるビスマールの主要な生産品は鉄鋼、機械、紙、ルーフィング原子、アスファルトであった。また、とりわけ海の近くに位置する立地条件の良さから穀物、脂肪種子、バターの輸出及び石炭、材木、鉄の輸入などの交易が 盛んに行われていた。ビスマール港は、喫水5メートルの船舶が、通行可能な水深があり、船を直接港に横付けしての積み荷の上げ下ろしが、可能だった。ビスマールの聖ゲオルギウス協会、第二次世界大戦末期の1945年5月2日、ビスマールは、イギリス軍に占領され、5日後の5月7日には、ソ連軍もビスマールに到達している。そのため、 ビスマールは東西連合軍の接触ラインとなったが7月にソ連占領地域となることが決まったためイギリス軍はビスマールから撤退しているその後東ドイツのロストック県の管轄となった後1990年のドイツ再統一後はメクレンブルクイコールフォアポンメルン州の一部となった2002年には旧市街地がシュトラールズン歴史地区とビスマール歴史地区として 世界遺産に登録された。ありがとうございます。